皆さんこんにちは、ビールレジェンド大林です。今回はベンチプレスで大胸筋を大きくしていく3つのコツをご紹介させていただきたいなと思います。別の動画でね、大胸筋の最強種目として、紹介しているということもあって、大胸筋を鍛えたいのであれば絶対にやっていただきたい種目でもあるんですけども、実は大胸筋に思うように効いてくれない、そういう方も中にはいらっしゃるんですね。私もそういうタイプだったんですけども、そういう方が陥りがちなね、こうミスですとか、それを矯正するためのポイントを、今回はお話をさせていただければなと思います。この大胸筋になかなか効かない、そういうフォームでやってしまっている方っていうのは、同時に怪我をしやすいフォームになってしまっている可能性も非常に高いので、怪我を防いで安全にトレーニングを続けていただくというためにも、今回の動画でご紹介する3つのポイントはしっかり押さえていただいて、ベンチプレス取り組んでいただければなと思います。ベンチプレスで大胸筋に効かない方、どういう傾向があるかというと、胸が張れてないというのがあります。ベンチプレスを安全に、そして大胸筋に効くようにやっていただくためには、まずこう普通に入れた状態のところから肩をグッと下げて、背中のアーチをですね、作っていただく必要があります。あまりこうね、アーチを作ってるとインチキしているように感じる方がいるかもしれないんですけども、しっかりアーチを作って肩を下げるというのは、安全にトレーニングをするために絶対必要なことなので、しっかりこの肩を下げてアーチを作るということをまずは意識をしてください。これをせずにもうベターっと背中全部ベンチにつくようにやってしまうと、ここから上げてくるとき肩がぐっと前に出やすいんです。特に疲れてきて最後の最後でぐっと肩を前に出して上げてしまう、こういう上げ方になってしまうと非常に怪我をしやすい。で、下ろしてくるときに肩を痛めてしまうということになってしまうので、しっかりですね、胸をぐっと張って背中のアーチを作った状態でやっていただくのをお勧めします。そう言われてもね、なかなかね、こうアーチどうやって作ったらいいのっていう感覚が分かりにくい方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方はこういうですね、半円状のストレッチポールを使っていただくと、簡単にですね、このアーチを作る感覚っていうのがつかめますので、こういうのをね、買っていただくといいと思います。こういう形でベンチの上に置いていただいてですね、でその上にもう単純に寝るだけ、もうこれで自然とこうアーチができるので、あとはこの姿勢のまま このパッドを置く位置なんですけども、腰のところに置くのは NG です。腰を反らせると今度は腰を痛めてしまって、これはこれで間違ったフォームになってしまうので、低すぎるんですね、パッドを入れる位置が。反らしたいのは腰ではなくて、ここの胸のところ、胸椎といわれる背骨の上の方なので、肩甲骨の下ぐらいにパッドが来るように置いていただくのが重要になってきます。ちょうど肩甲骨のもう一番下のところにパッドの一番高い部分が当たるぐらいのイメージで置いていただくと、胸椎がしっかりぐるっと伸ばされて、で腰はまっすぐの状態になっているという形で、ベンチプレスをやっていただくと、しっかり胸を張ってアーチを作って肩を下げるという感覚が分かりやすくなりますので、このアーチを作ってしっかり肩を下げるということを意識してみてください。2つ目なんですけども、バーの持ち方になるんですけども、手首をしっかり寝かせてバーを持つ、
ということになります。手首を寝かせて持つと、いや手首痛いじゃんって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、普通にねバーベル持とうとしたらまっすぐ持つことになると思うんですけども、手首をまっすぐにしてバーを持つと肩が上がりやすくなるんですね。疲れてくると余計にねこう上がりやすくなってしまうんですけども、肩が上がって脇が空いてしまうと肩を怪我しやすくなります。まあ脇が上がってしまうと大胸筋にも思うように効かなくなってしまうので、安全にしっかり大胸筋に効かせていくためには肩をしっかり下げて脇を締めた状態でバーを動かしていく必要があるんですね。ここからねこう手首寝かせるだけでちょっとこう脇が締まるのが分かると思うんですけども、手首を寝かせて持っていただいた方がしっかり、ね、脇を締めたままベンチプレスしやすくなりますので、このねバーの持ち方すごい細かいですけども非常に大事になってきます。しっかりここから手首を寝かせて、ここのですね手の付け根のところにバーを乗せるんですね。こういう感じです。でこれもギュッと握ってしまうと手首が立ってしまうので、手の付け根に乗せたところから、まあ、上からね優しくこう押さえるようなイメージでバーを持っていただくと脇が締まって下の方に下ろせてますよね。こういう形でしっかりね脇をある程度締めたまま動作をしていただく。こうすることで、怪我を防ぎながらしっかり大胸筋に効かせることができますので、このね手首を寝かせてバーを持つということを意識してみてください。3つ目なんですけれども、これはバーを上げる時の意識の仕方になってくるんですけれども、肘と肘を近づけるように上げていくということになります。当然バーベルをこう持ってるんで実際に肘と肘が近づいていくというか両手の位置が近づいていくことはまあありえないんですけども、ずっとね両手の位置は同じ位置になるんですけども、その中でしっかり肘と肘をぐーっと近づけるように意識をしてあげることで実はですね大胸筋を使いやすくなります。どういうことかと言いますと、ベンチプレスで主に鍛えられる筋肉って大胸筋の他に上腕三頭筋と、まあ、三角筋の前部、この辺りがねあるんですけども、特に大胸筋に効きにくい方が逆に効きやすいのがこの上腕三頭筋、腕の筋肉なんですね。なぜかというと大胸筋は腕をこう持ってくる動きで使えます。水平内転と言いますけども、要するにここから上げていく時の肘が自分の体の真ん中の方に来る、この動きで大胸筋が使われるんですね。上腕三頭筋は肘関節の伸展と言いますけども、肘、腕を伸ばす動きで使われるんで、こう上げていくときに、まあ、肘も伸びてきますよね。この動きで使うわけなんですね。バーベルのベンチプレスの場合は手の位置が常に同じままで動作をすることになるんで、上げていくにつれて外側に力をかけやすくなるんですよね。こういう感じ、こういう感じで力が入りやすくなるので、そうすると肘が伸びる、上腕三頭筋の働きが強くなって何も意識をしないと腕にばかり効いてしまうっていうことになってしまいますので、ここから上げてくるときに拳と拳をぐーっとねもうくっつける、くっつけながら上げていく、で肘と肘をこうくっつけながら上げていくっていう意識で動かしていただくだけで大胸筋への刺激の入り方全然違いますので、ぜひぜひ試してみてください。でここからまあ普通に上げようとすると、こう肘をね伸ばす、こう外に伸ばしていくようなまあ動きが大きくなってしまう、そういう方はどうしても最後上げ切るときに上腕三頭筋の力ばかり使ってしまって、なかなかですねこの動きに上げてしまうんで大胸筋に効いてくれないということになりがちなので、しっかりこの肘と肘を
ぐーっと近づける動きを意識していただきたいので、ここから上げてくるにつれて両方の拳をぐーっとこっちにね近づけるように力を入れていただくと、ここから拳と拳、肘と肘を近づけるようにをしていただくと大胸筋に効きやすくなります。ぜひ試してみてください。はい、今回はですねベンチプレスで大胸筋に効かせるための3つのコツお話しさせていただきました。なかなかねベンチプレスで大胸筋大きくならないという方は参考にしていただければと思います。他にもね知りたいことがあればコメント欄に書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。